はい、皆さんどうもこんにちは。ぶどうです。ペーパーマリオ RPG 続きをやっていきたいと思います。よしよしよし。薄暗村でしたっけね。そこが次のステージということで。薄暗村へ。HP がね、ちょっとマリオが10ほどダメージ受けてますけど。進んでみよう。あれ?土管に押し戻されてしまった。どういうこと?いけないのか?何かいるのか、土管の先に。そうそう、いけなかった。なんというか押し戻されちまうんだ。土管に入れねえんだよ。なぬ、土管に入れないだと。わしにはどうしたらいいのかさっぱりわからんわい。おお、そうだわい。ゴロツキタウンのどこかに薄暗村から来たやつが。あ、なんかいたっけ。なんだっけな、暗がりくん?あ、そうそうそう、あ、知ってる。暗がりくん。あ、知ってます、多分。僕、暗がりくんとかいう人でしょ。ここだったっけ?あー、そう、この子。こんにちは。いやー、僕、暗がりさん、君たち何か用かい?え、薄暗村へ行く土管の通り方を教えてほしい。なんだ、そんなことは簡単さ。何か自分の名前を書いたものを身につけて通ればいい。どういうこと?じゃあ、ちょっと待ってね。暗がりさんが書いてあげる名前は何て言うの?マリオか。じゃあ、お尻の、なんでお尻?お前。チビヨシだ。そこに書く意味。なんだかくすぐったやつだ。かわいいな、おい。どんな世で薄暗い村へ行くのか知らないけど、頑張ってね。おっさんの尻とか触りたくないぜ。じゃあ、戻りましょうか、あそこに。戻りまーす。というわけで、これ通れるでしょう。ステージ4。ステージ4。豚のために金はなる。豚のために金はなる。どういうこと?わ、なんか怪しい街だ。豚がいる。なんかコウモリみたいなやつがいるよ。なんだか不気味なところだけど、ここが薄暗村か?おや?村人でない人を見るのは随分久しぶりだよ。あんた遠くから来た人だろ。あんたのその顔つき間違いない。きっと冒険者だな。でもちょっと悪い時に来たね。いや、冒険者なら逆にちょうどいいタイミングなのかな。え、悪い時って一体なんだ?気になるじゃんかよ。気になるじゃんかよ。それはだね、聞くも恐ろしい、語るも恐ろしい話なんだけど。何?あ、また金の値だ。ああ、恐ろしい。今度は一体誰が?え?今度はフレディが豚にされてしまったか。え、何これ、怖え。うわぁ、怖い。お前も怖い。わしはこの村の村長じゃ。あなたたちは旅のお方じゃな。こんなところで話をするのもなんじゃ。とにかくわしの家に来てくだされ。何、金が鳴ると豚になる魔法がかけられてるの。何なんだ?旅のお方よ、我が村、薄暗村へようこそと言いたいところじゃが、それどころではないんじゃ。見ての通り、この村には呪いがかけられておるのじゃ。呪い?実はの、この村の先に森があっての、
その奥にオドロン寺院という古い建物があるんじゃが、そこに住み着いた化け物がかけた呪いによって寺院の鐘が一つ鳴るたびに村人が一人ずつ豚にされてしまうのじゃ。愛する人が豚にされる。そして今度はいつ自分が豚にされてしまうのか。恐ろしくて夜も眠れんのじゃ。まあこんな村は一日中夜みたいなもんじゃがな。マリオたちも関係してんのか。そうはいかないで村長。俺たち探し物をしているんだ。スターストーンっていうキラキラ光る星の形をした石を聞いたことない？スターストーンというものかどうかは知らぬ、わからぬが、そのオドロン寺院に赤く輝く星の形の石が祀られていると話を聞いたことがある。それだよ。ビンゴ、きっとそれがスターストーンだな。あんたたち、ひょっとしてオドロン寺院に行こうとしているのかね。ブルブルブル。暗がりさんは逃げてきたのかな。可愛いけどな、豚。ブー。ブイブイ。怖いな。ネガティブになっちゃうんだ。だから僕なんか、豚になっても構わないんだ。そんなこと言いなさんな。アホアホ。なんだ、カラスか。なんか出てきたりしないかな。なんか全部調べるのめんどくさいな。なんか一個ぐらいあるだろう、多分。あ、よし、やっぱり。あ、セーブポイント、おお、金。豚になったらどんな気持ちかな。それとも気持ちは消えちゃうのかな。ああ、やだな。あ、それはやだな。ちょっと怖くなってきた。ふごふご。あ、ちょっと高いね。あ、間違えた。すいませんでした。じゃあ、とりあえず先に進みましょうかね。セーブしてね。あ、まだ村なんだ。ハート。豚って密集してるところに飼ったら、なんか尻尾を、なんかね、食いちぎるらしいんですよ。豚同士で、なんか、ストレスで。お店の主人が豚になってから食べ物を買うことができなくなってしまいました。子供たちもお腹を空かしてしまってどうしたらよいのでしょう。ああ。あ、いいですよ。ああ、ホットドッグ。じわじわキノコいらない。しょうがないな、じゃあ。キラキラ落とし。おー、なかなかいいアイテム。あ！はぁ！母ちゃん。うわ。豚って美味しいのとか聞くなよ。ちょっと怖いじゃんか。やばい、怖い。何なんだこの村は。ああ。泣いてる。どうした？アイテムは売ってないんだ、やっぱり。商売どころじゃないもんな。ごめんなさいね、今は店をやってないんだよ。うちの旦那が豚になっちまったんだよ。豚に。
昨日森で薬草を取りに行ったんだけどさ、なかなか戻ってこないと思っていたらこんな姿で戻ってきてしまった。意識はあるのかな。それは喧嘩した時にあんたなんか豚になっちまいなって冗談で言ったんだけど。ああ、これは悲しい。ちょっと、何もしないぞ俺。おい。怖い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 。なんなら店の倉庫にあるものを全部持ってっても構わないからさ。鍵は？ああ。あ、なんだよ、びっくりした。なんかゲットしました。どうしよっかな。じわじわシロップいらないわ。宿泊券でもそんなに大事かな、宿泊券って。まあ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 。誰もいないのか。私は小説家なのですが、毎日たくさんの本を読みます。舞台になっても本が読めるのか、それが心配です。そっか。あ、また門が閉まってるな。うん。村長の許しをもらっていきなさい。まあいいわ、村長の家に聞きましょう。花々村と同じパターンですね。私じゃないみたいね。え、これまさか、村長さんが豚フラグじゃね？これ。大丈夫？村長！村長！ああ、遅かった。もう時すでに遅しだ。村長。豚か。あ、また。豚もあれだもんな、なんか。生まれてすぐのオス豚は。ああ。ちょうどいいわとか言うなよ。なんだろうな、食肉用のオス豚はですね、あれ、生まれてすぐになんか、すぐ去勢させられるんですよね。なんか、なんていうかね、その、去勢しないとなんか、食肉になった時に、すごいなんか、匂いがつくらしいんですよ。その匂いがなんか、まずい、まずくてなんか、売れないから、すぐ去勢させられるらしいんですけどね。オスの豚はね。あ、これ、もうちょっと、ああ、クリボー。え、まだ、クリボーとかいんの？まだ。ちょっと鍵を、終わろっか。うん。鍵見つけたことだし。え？黒い鍵って違うの？あ、違うんだ。まあいいや。じゃあ、とりあえずここで終わろうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。